いいですね。さあ、行きましょう。国際交流第1試合、ワンピー側シャードナッシュさんのスレイヤー、ツーピー側タカさんのスレイヤー。やばいですね、これは。ちょっと国際交流が拳でスレイヤー、やばいですよ絶対言語で。さあこれはそうですね、国際戦ですから日本代表タカラッシュ対しまして、シャードさん行きましょう。まずやはり挨拶代わりにファイルバンカーでしょうか。いや、しかしそんなに行く、俺はそんなに触っていくわ。あ、そっか、同キャラカラーかタカラッシュ。しよう、おきつめは分かんない、どっちかガンガン行く。いやー、殴り合いだ。やはり人間はね、最終的にこうなるんです、生身で戦う。落ちはいせんが画面端、立ち系から立ち系、はいはい、さあ引っ掛けて足払い、どっち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 、はい、長い、おお、そしてさあ神台ファイル、そして TOP を決めて、まず一方選手高橋ダイヤンド。さあ、拳拳、足場ヒント、足場で一回また打ち込んでいく、デムシーデムシー、そしてマッパンシー、キングス、エンゲス、バカで読んでいった後バックステップ、しかしこちらもキングスで返していく、速い速い、はい、やった、捕まえて捕げていく、クロスワイズ立ち合い、ジャン、やはり SD ホイ落として画面端で、おお、足払いから画面端、ファイルバンク出た、バカラッシュ、しかし返していきます、さすがスレイヤー使い分かっております。バカメとお前の攻撃、フラワンと止めていく、シャードのスレイヤー、速い速い速い、どうなる、おお、クレイジー、そしてああ、バカラッシュクレイジーでした、勝った、はい、ありがとうございました。はい、まだシャードさん、まだ試合あります、ルーザーズありますんで、帰らずにお待ちください。はい、では最後、この熱い試合の後に、俺のソルト、モブコラムレザーです、お待たせいたしました。さ、サトゥーの名前なくね、今気づいたんだけど、なぜ視線が泳いでいる、サトゥー、お前お金払って名前書いてないだろう、サトゥー、サプ聞きたいんだけどさ、お金払って名前書いてないよね。じゃあちょっと、いいよいいよ、大丈夫、オーバー、やってないとこね、あるから、オルトレード君好きなの選べよ。お、最初はグー、じゃんけん、ほい、よし、じゃあ俺とやろう。ジョニー使い3人がなんかね、もうジョニーいないからどうしようってことでここに揃いました。なんかサプいねえなっつって、なんか名前、お金払って名前を書かないな、新しいパターンですよ、サプーさん。はい、じゃあちょっと平岡先生、ちょっと実況お願いします。この世の真の賠償を手、 Guilty Gear で、見事お金を払って、参加を獲得したサプー、見事とイピガーソン、サプー、お、キャラ替え、キャラ替えですか、あ、ミアブレはい、では一匹がサトゥーミリア対二匹がですね、ドミノソルですね、ミリア vs ソル、ヘヴン or ヘルデュオ1、レッツロック、その様子から先手引っかかって上から攻める、タチケイはガード、テイクダッシュから攻めて、タチケイを使っている、ディスタクフォーガード、前を走るが追い返される、タチケイで触ってしっかりガフレムで差し返している、タチケイ触りに行ったか、バフを潰している、シークレットガーデンからバックスに下がってブリンガーはハリで落としている、バフを2段をしているがガードを間に合っていた、ジャンプ9対9からしっかり落として置き攻め、どうした、さあ上返ってマイピアスされた、ボルカがボルシュ止まったか、
上から降ってきて、ハリーに当たってしまう。ローマーキャン、ダッシュが出ていなかったか。スプリング当たって一気に画面端押し込んで任せで回避。ブリンガからジャンキーで画面端空中投げ捕まえてパフマイピーで返している。ダブリンキャンキャラパフしっかりガード。通り過ぎたところを使いに行くか捕まえきれなかったか。パイレックは気づけばじわじわと追い詰めている。しかしタッチに対してエースで追い払ってまずは一本選手サトゥミア。確かにカウンターから小刻みかわしてからゴールのお互い様子見から構えてガンフレームで一気にガミ端上から攻めて投げている。小刻みドンジ飛んでかわしている。シークレットガーデンバフで返していく。ゴロゴロ転がってもう1回ダブルフィントから3回目の正直なのでスキャンからオラオラとバフを当たってくれると悲痛な声が飛んでくる。そしてついに捕まえて空対空ボルカで落として折り返していくジョニーオソル。戦いはこれからだ。最終ラウンドマイピーまた読み勝ってボルカニックパイパー落としてガミハジまずはガミハジ脱出。さあしかし一応折り返っていいか投げている。さてイエス当たってしまう。ダスは当たっていた。イエスしかしパフパフ当たらずライオットで追いかけて今度は当たらなかった。投げられている。中段からバースト。さあ先に使われたのはサトゥミア。しかし繋がっていなかったがガードされている。逃げ着地を狙って一気に画面端シークレットガーデンこれはかなり苦しい。今度は抜けられなかったしっかり見ている。パフを潰した。パフミュー手始めに捕まえられて最後はエメラルドレインで勝ったのはサトゥミア。俺のタオパイパイコンボが次回持ち越しだよ。クソ。おやすみ。はい、じゃあ勝ったサプ連戦、モブコレアムネザルエヴァンダイです。面倒だから負けたみたいな顔。お互い目的は別にあるよね。そうです、そうです、そうです。あ、違う、9番、うん、オーバー。さあ、悲しきジョニー使いたちの集いはこの試合で終わりです。この試合が終わりましたジョニー使い3人それぞれバラバラになります。はい、この試合が終わりますと B 番内の方ね開放したしいたしまして、敗者復活トーナメントも入ってきます。じゃあちょっと開放するのね。はい、ではまず勝ち上がりましたサトゥミア 1P 側ですね。 2P 側がモブコラムレスですね。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 まずはエースから一気に捕まえてって剣を接射された始まりにしていきたい。亀橋攻めからここはしっかりガード飛んで返している。2回カウンターから2回ダメージたまらずラスト。さあしかしまたも亀橋投げているエメラルドラインからここは落ち攻めの選択バットムーン。2K 今度は下段だった。ジャンからさあどっち 2K さっきの投げがあったから意識してたが 2K が通ってまずは1本選手サトゥミリア。じゃあですね負けリーグの方ですね、今ですね、アインマンがすぐ近くにいる台ですね、シャードさんのスレイヤーと、ロイさんのソルですね。じゃあ試合です。いますか？大丈夫ですか？はい。こちらいく？ジャンディからダメージ捕まえて設置。
二件出せて、しかし浦松ディジタルスへ位置が入れ替わる。体力有利はモーボとラムレズル、そしてさあ勝って勝ったのは取り返していくモーボラムレズル。最終ラウンドまず戦いをするからダウロ、ダウロに対し合わせている。じりじり距離を詰めて空対空、ジャンプからしっかり落として画面端に置き攻め、下段だったアイアンフィーバー。そしてもう一回2ループ落としてシークレットガーデン、針を回収して苦しい片目が続く。白目段はガードしてる。 SS 触ってエメラルドリンから針渡しなかった。3回から一気にダメージ奪っていく。空中投げ捉えて2、6系復活しまう。焦ってしまったか。ファーストは金髪当たっていなかった。あとは捕まえるだけのサドミニア、しっかり空中投げを決めて勝ったな、サドミニア。はい、モブコさんはですね、まだ敗者を受けあります。入らずにお待ちください。それでは A 番台勝ちトーナメント入ってきます。よろしくお願いいたします。タカスレイヤー対スラーリ4回、ここからすごい展開も早くなっていきますんでね、よろしくお願いいたします。まずは先ほどの国際交流を制しましたタカさんのスレイヤーとリオンさんの回、 A 番台で試合です。あ、たくさんいますね。リオンさん、あ、います。こちら行きましょう。